やべえ、超楽しみ。そして狙い通り60分待ち。行きましょう行きましょう。そうかそうか。決戦第3シーン大阪市。大阪も第3シーンになっちゃったか。そっかそっか。ハウディ、ジェスターセアです。さあ、エヴァ5時、エヴァ5時でございます。5時エヴァ、エヴァ5時。まあ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 、行きましょう行きましょうよ。フライトって言ってる？あ、なんかあんまり世界観ここでは煽ってこねえな。あ、でも BGM エヴァか。ちょっとエヴァか。今僕はユニバーサルスタジオジャパンに来ております。6月の1日からだっけかな、サマータームが始まったということで、そういうことなんだね。第3新大阪市視察ツアーに我々はこれから行くみたいですね。なるほどね。というわけで、ゴジラ VS エヴァンゲリオン、4D シアター見ていきたいと思います。まあまあまあ、シアター形式のアトラクションなんでね、このぐらいの人数で60分待ちとなってますが、2回回し分ぐらいかなっていう感じですね。行きましょう行きましょう、ね。はい、そんなわけでね、いやー、見てきました、エヴァンゲリオン VS ゴジラ VS エヴァンゲリオンね、ゴジラ VS エヴァンゲリオン見てきました。いやー、もうね、これはこの後ネタバレありの感想を改めて上げ直します。今見ている、この皆さん見ている動画はネタバレなしの僕の感想です。なので安心して見てください。で、もし、ね、ユニバーサルスタジオジャパンに来てすでに、ゴジラ VS エヴァンゲリオン見たよっていう方はネタバレありの方の感想も見てください。はい、お願いします。じゃあ、まあネタバレなしの感想をね、いくわけなんだけども、いやー、もうね、やばい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 大好きこれはね、なんだろう、原作っていうか、まあ、このビジュアルじゃないですか。シン・ゴジラとエヴァンゲリオンが対決するっていう構図のビジュアル、キービジュアルが出てたと思うんですけど、シン・ゴジラを見たことのある人、もちろん楽しめます。エヴァンゲリオンのファン楽しめます。大丈夫です。どちらも見たことない人、シン・ゴジラも知らないし、ゴジラシリーズ全部知らないし、エヴァンゲリオンもなんじゃそりゃっていう人、楽しめます。大丈夫です。いやいや、やばい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 よこれ、ほんとマジで。ネタバレなしなんだよな、ネタバレなしの感想なんだよな。どうしようかな。まあ、ファン向けにね、語らせてくださいよ。ゴジラもエヴァも両方好きだっていう人、シン・ゴジラとエヴァンゲリオン、この2つの作品の共通点は何かっていうと、監督が一緒なんですね。庵野秀明さんという監督、ね。で、まあ、シン・ゴジラ公開当時にさんざっぱら皆さん言われてたのが、庵野秀明さん、実写でエヴァやりたかったけど、エヴァ出せないから、こういう感じになったんでしょっていう、ね、ゴジラに置き、使徒をゴジラに置き換えた実質、実写エヴァンゲリオンがシン・ゴジラだっていう風に、まあまあまあ、さんざっぱら言われてたわけなんですけども、このキービジュアルが出た瞬間、みんなネット界隈にみんなも言ってたよね。ああ、庵野くんやりたかったの、これだなって。まさにその通り、ね、庵野くんがやりたかった、庵野秀明監督がやりたかったのはまさにこれだし、俺たちファンが見たかったのもまさにこれっていう感じよ、ね。で、まあ、俺たちファンが見たかった、見たかったものの100点を、ね、投げかけてくるんでしょ。庵野城を見て100点だって俺たち感じるよ、どうせって俺最初見る前までは思ってたんだけどね、違ったね。庵野監督のやりたかった100点は俺たちの200点だった。庵野監督がやりたかった100点は俺たちの200点だった。本当にその感じ。
もう足ふらついちゃってるもん、感動しすぎて、というわけで、まだこれから8月ぐらいまでずっとねこの上映続きますんで、ちょっと無理してでもこれ見に来た方がいいです、特にシンゴジラファン、エヴァンゲリオンファン両方、庵野監督がやりたかった100点のものっていうのは俺たちが求める200点のものでしたから、これ絶対見に来てください。そこまでしか言えない、もう見に来て、とにかく見に来て。以上、ジェスターさんでした。じゃあまた次の動画で、次の動画はね、ネタバレありの感想の方を言わせていただきますので、そちらをご覧ください。あ、そうそう、一個重要なことがあります。ネタバレを回避する皆さん、あそこにねユニバーサルクールジャパンのお土産品のストアがあります。間違ってもストアに最初に入るのは絶対やめてください。ただどうしてもどうしてもね、セーラームーンの 4D シアターが午前中だけど、ね、まあ、早い時間帯にやってて、午後のあたりから切り替えでエヴァンゲリオンになるんですよ。なのでエヴァだけ見たいって思う方、別にセーラームーン興味ないわっていう方は、見終わるまでお土産品のお土産ストアの中に入るの禁止です。あそこにネタバレすげえあります。なのでそれ絶対禁止です。なのでこのエヴァゴジラだけ見たいっていう人は、ぜひとも、ストアに入らずにエヴァゴジラに即並んでまっすぐ行ってください。あそこにネタバレあるから。でセーラームーンも両方見たいんだっていう人は、残念ながらセーラームーン見終わった後にあそこでゴジラ、エヴァゴジラのネタバレ食らいます。それは覚悟してください。覚悟ができないっていう人、セーラームーン見終わったら目をつぶってユニバーサルクールジャパンスタジオを通り抜けてください。もしくは目をつぶるのが危ないから、危ないんであれば下を見てもしくは上を見て、とにかく周りの商品見ないようにして通り抜けてください。そうしないとあそこにすげえネタバレ、超絶ネタバレあるから気をつけて。以上、ジェスターさんでした。じゃあまた次はね、そのネタバレが何かをお話しする動画でお会いいたしましょう。さよなら。